はいどうも、カッパ炎上グッズ第5弾販売開始のお知らせです。7月3日までの期間限定販売となっておりますので、お早めにどうぞ。はい、カッパ八袋カッパ炎上です。ではこの動画ではね、福島みずほさんのお話いきましょうか。これニュース見たからいらっしゃいますかね。なんか福島さん、フランス政府からね、勲章を授与されたんですよね。しかもね、その内容がね、すごいんですよ。政治家として常に人権を尊重していた方だと。人権で勲章を授与されたんですよ。福島さんですよ。ちょっとにわかには信じがたいんで、ちょっと見ていきましょうかね。フランス政府、国家功労勲章、シュバリエを受章した福島さんですよと。東京都港区のフランス大使館でね、2021年6月23日でのことだったらしいんですけど、昨日じゃないですか。参議院議員福島みずほさんが23日、フランス政府から国家功労勲章シュバリエを授与されたと。福島さんは1987年から弁護士として活動し、98年初当選。この方も元弁護士なんですよね。でこの日、東京都港区のフランス大使、公邸で受勲式が行われたと。フィリップ・セントン駐日大使は、福島さんが死刑制度廃止、従軍慰安婦問題、男女共同参画などについて取り組んできたことを挙げ、政治家として人権を常に尊重してこられたと称えたと。まあこのね、大使が個人的にね、なのか、フランスがもうマルットなのか分かりませんが、ね、ずいぶんトンチキでポンクツな勲章授与ですよね、これ。うん、ちょっとね、いろいろこうね、この話の前後というか、この人について、ほんのわずかでも知ってるね、日本国民だったら、まずありえないことですよね。何をやってるんですか、フランス政府。いやー、これはもうフランス丸ごとずいぶんと評価下げましたね。うん、で、それに対して福島さんはね、すべての人の尊厳が、ね、守られる社会の実現を果たしたいと喜びを語ったそうです。へえ、すべての人の尊厳が守られる社会、へえ、よく言いますよね。うん、これなんですか、フランス政府にこの勲章って自分で注文入れることできるんですかね。だったらわかるんですけどもね。うん、ね、フランス政府、これ正気ですかね。ね、拉致事件、ね、被害者家族をね、うん、なんだろうな、実際に被害に遭った方の、家族の方々ですよ。その人たちに対してね、まるでね、悪人かのようにね、扱って、ね、暴言を吐き散らかし、ね、この調査をね、妨害した、そういう活動をずっと続けてきた人なんですけど、この人のどこが人権尊重なんですかね。フランス政府は知らないのかな、知っててこういうことをやってんのかな。うん、ね、嘘、ね、でたらめ、裏切り、ね、まあ、むちゃくちゃな発言をすればね、フランスでは何、勲章をもらえるんですか。ずいぶん立派な社会ですね。うん、もちろんフランス政府、この調査してからさ、ね、勲章を出すんじゃないの、ね、誰から構わずなんですか。それともやっぱりオーダーが入ったからなんですかね。うん、だってこの人がね、例えばこのね、損ねた国益、ね、お金に換算するなんていうね、レベルじゃないんですけど、無理やりお金に換算したらね、もう100億、200億じゃ済まないで、そういうレベルの話なんですけどもね。うん、まあフランス政府はね、知らなかったのか、知っててこういうことをやって、日本に嫌がらせしてるつもりなのか分かりませんけれども、ね、そんなにね、人権を尊重し続けた、ね、立派なっていう評価を下すんだったら、どうぞ、フランス政府が責任持って引き取っていただきたいですよね。うん。あれ？そういえばさ、昔、ね、滝川クリステルさんもなんかフランスの国家功労勲章、シュバリエ、みたいな。なんか受勲してませんでしたっけ？あー。じゃあ福島さんも滝川さんと同格っていうことなんですかね。へー、これどこの誰が推挙したんですかね。うん、フランス政府も少しは考えて精査とかしたんですか、これ。正気の沙汰とは思えないですよね。うん、拉致についてはどうだったんですか。うん、だってこの人ね、日本で弁護士やるために帰化した人ですよね。うん、まあだからこの人みたいな人の、いわゆるこの人権派って言われるね、この活動家の人たちはね、うん、その人たちの考えるこの人権に我々日本国民は入っていないですからね。うん、
そんな人がね、この人権尊重で勲章をってね、うん、まあこの人たちについてはね、もう今更何を言ったってね、日本国民のためにそもそもが生きていない人たちなんでね、なんで日本にいるんですかぐらいしかもう言うことないんですけども、フランス政府はね、ちょっとだいぶね、うん、やらかしちゃってますね。うん、だってね、うん、かつて、2014年の夏頃の記事でしたかね、うん、で河野談話をね、出世の踏み台にした、ね、福島みずほ、ね、そんな記事まで出回ってるんですよ。うん、で実際このね、うん、戦時中のね、女性の人権云々の、ね、お隣がこうね、未だ現在進行形でこの噛みついてきている、ね、例の問題の、ね、主犯はこの人ですからね。うん、まあ、この人だけじゃないですけども、ね、この日本人のこの反日活動家、まあ、運動家が、まあ、お隣に反日を植え付けた、ね、そういう事実があるじゃないですか。ね、うん、そのね、なんだろう、もう確実に主犯格の一人ですよね。うん、やっぱりね、この特に海外、ね、欧米の人たちからだと事情がよく分かっていない、ね、まあ、形だけなのか、ね、あるいは別の目的があったのか、ちょっと分かんないですけども、なんかね、このアピールしている部分ね、そこだけしか見ていないんで、うん、実態としてね、どういうことを言い続けてやり続けてきた人なのかっていう、そこまでね、多分知らないんだろうね。うん、ね、本人であるかどうかすら怪しいやつにね、人権で勲章ね、うん、まあフランスもね、フランス政府も所詮その程度なのかなってことは、やっぱりね、欧米のね、国地域の人たちからするとね、やっぱりこの日本とね、この徳川の連中とのね、この関わり合いっていうかね、この歴史って、うん、やっぱどうでもいい話なんだろうね。うん、知らないんですね、基本的に。うん、極論言っちゃうと知ろうともしてない、だから興味ないんですよね、結局は。うん、じゃなかったらね、この人にね、勲章なんてね、与えられませんよね、普通はね。うん、だってね、ほらね、朝日のさ、ね、捏造デタラメのね、例の件の、うん、こっちはね、こっちで実行犯ですからね、この福島さんはね。うん、そんな人に対してフランス政府は勲章授与ですか、もう偽善者にも勲章を与えるんですね。へえ。まあでもよくよく考えたらあれですかね、フランスってそういえばね、確かね、この北のね、この総書記の、ね、治療に当たっていたりしましたよね、フランス。なんだかんだかもうフランスってこの半島にね、なんかこう近いところでね、なんかわちゃわちゃやるね、そういう歴史がね、実際あったりしますんで、それ考えるとね、この勲章授与もそんなに驚くようなことでもないのかもしれないですよね。うん、ってことはそう考えるとね、うん、フランス政府もね、日本から見たらやっぱりそういう国のそういう政府のそういうやつらだっていう、そういう判断しなきゃダメってことなのかな。残念ですね、なんかね。まあ、ちょっと個人的には改めてですけどね、ちょっとなんかこうフランス政府にはがっかりですね。うん、ちょっとなんか日本政府も、ね、このフランスとのね、この関わり合いというか付き合い方をちょっと考えた方がいいかもしれないですよね。てか考えなきゃダメかもしれないかな。うん、はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。